それからアメリカ各地に UFO 目撃事件が頻々と発生。事態を重視したアメリカ空軍は、プロジェクトサインという UFO 調査機関を発足させ、本格的に UFO 調査に乗り出してから、世界中の人々に有名になったわけだ。それからも UFO 事件は次々と起こった。大きな事件だけ捉えても、1948年1月、アメリカ・ケンタッキー州上空に巨大な金属状の UFO が出現。米空軍パイロット、トマス・マンテル大尉が F51 ムスタング戦闘機で部下と共に追跡。航空まで追ったが音信不通となり、墜落死した。同年10月、アメリカ・ノースダコタ州ファーゴ空軍基地上空で、ジョージ・ゴーマン少尉は、光る小球体と F51 戦闘機で27分間、空中戦を行った。翌年、また UFO 目撃者続出。1951年秋、朝鮮海域でアメリカ第7艦隊のレーダーは7時間にもわたり UFO を捉えた。